イカ。あ、レイカ、ここ。かまど。ドミーの。ノコギリ。リニアモーターカー。レイカ、こっちこっち。あ。アンパン。あー。ダメだんだ。見えた、中西さん、ほら、うわ、アンパンマン、てまたんかよ。お兄ちゃん、他にないの？ほら、何やってんの？リエコの応援。ありリンゴゴママントトビウオトビウオトビウオ。よーいトビウオ。
人殺し。人殺し。は？こうして俺はあの女と出会った。あの夏、この世には三人自分に似た奴がいるという。俺は平和主義者だから、断じて生き物は殺さない。多分あの女の人殺し、あの女の言ってた人殺しは俺に似た別のやつだ。それとも俺知らない間に誰か殺した？なんてな。まさかまさか。泥棒。またあの女。何？どうしたの亜美？うわ！変態！いや、違うよこれ。いや違うって本当に。下着泥棒。いや、普通にここに布団干してただけだって。違う違う。だから違うって本当に。どうした圭介？あ、いや、どうもこうもこいつエロいんだけど。洗濯物取り込んでて一枚足りないと思ったら。違うよ、ここに落ちてたんだって普通に。いやー、どっちにしろルール違反だな。下着は部屋干し決めただろ、誤解のもとになるからって。大体な、お前らガサツなんだよ、女子のくせに。洗濯物にしても掃除の仕方にしてもゴミの出し方にしても俺頭きてんだけど。ここらでいっぺんガツンと。以上。大のパンティ。新入生の皆さん、カミサギ寮へようこそ。早いわね。いや、今朝さ庭でゴミ片付けてたらふわーって桜が。ねえおばちゃん。管理人の庄司さん。じゃあ管理人の庄司さん、うちらも時間ないんだけど、みんな特待生だし、練習早く行った方がいいと思います。ラフ、うちの中一の娘いるでしょ、うろちょろしてるの。あの子絵が好きでね、よく外でラフデッサン描いててね。それ見て思ったの、あなたたちはラフだって。どんな見事な絵でもまず最初はラフな下書きから始まる。これから何本も線を重ねて下書きを繰り返し、その中から自分自身で
一本の線を選び出してください。荒削りで結構、大雑把で結構、今から小さくまとまった絵なんて完成させなくてもよし。下書きを繰り返してください。ラフ、未完成こそあなたたちの武器です。俺は平和主義者だから、こんなに人に憎まれたりすると、ましてやこれから3年間一緒かと思うと、どうも居心地悪いのである。おい、伸びとるよ伸びとるよ、そのまま来い、そのまま来い、おい、はい、行こうか、はい、ラスト、はい、ラスト、こうラストぐらい、スパッ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 、入れ入れ入れ、よいしょ、いいぞ大和、泳ぎに伸びがある、完璧だ。タイムは、タイムは両手が塞がってるから、ちょっと待って、これ笛だ、これ笛だ、あ、今止めた、今止めて1分だよ、すごくね。もう先生まただよね、ごめんね。圭介のやつ調子上がってきたみたいだな。それよりも尾形君、ちょっと見てて、ひねりからの入水いっつもうまくいかないんだよね。それなら小柳に聞けよ、愛想悪いけど。一日デート？何それ。さっき先輩来たよ、これ引けってさ、伝統行事なんだと。デートが？ただし代表一人だけ、向こうも9時で決まる。まあどの子に当たるかは時の運。おいおいおい、これなんだよお前、これ一日デート？いや俺よ俺よ俺よ。Yeah!
女子代表じゃなかったのか。まんじゅう、くじ引きで争奪戦したって言ってたわよ。まんじゅう？一日デートの代表は二宮亜美って噂。だったら圭介に押し付けた意味ないじゃん。なあ、あのこの通り実行しないと後で罰当番だってさ。ラリールルレロラリールルレロラリールルレロラリールレルレレロラリルルルレレロラリあの午後から雨みたいですね。でも天気予報昨日も外れたし今日も外れるといいけど、たまには当たらないと困るから午後からは雨でもいいですね。っていうか俺だって嫌なんだけど、わけわかんねえ。人のこと人殺しだとか言い張る女とせっかくの日を一緒なんて。ええ？ほう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 と、ひーひー。一時話題になったな、まんじゅう戦争。知ってるか？いえ。昔々二軒の和菓子屋があった。一軒は大和屋、もう一軒は二宮。それぞれの店主はもともと修行してた店が一緒で、独立してからもライバルで、ある日二宮の主人がフクロウ型まんじゅうほうほうを開発売り出した。ほうほう。すかさず大和屋の主人が真似して売り出したのがミミズク型まんじゅう。へえへえ。へーへー。なんとこれが大ヒット。
おそらく買う方は耳がついてる分得した気分になったんだな。へえへえ。ほうほう。それでまた店同士が大喧嘩。巻き返しを図った二宮の主人は新製品開発に熱中しすぎたあまり体を壊して寝込んでしまい、大和に殺されたの一言を残してそのままとうとう人殺し。これで分かったでしょ、真実が。それはまあ分かったけど、そんな根に持たれてもな。何年前の話だよ。大体俺のことよく知らないだろ。話したこともないのに。大和家の跡継ぎってだけで十分よ。俺の人格無視かよ。おじいちゃんは大事な家族だった。いや、俺だって好きだったよ、じいちゃんのこと。その証拠にいつもカセット聞いてるし、みんなからなんでカセットとかバカにされつつも、俺じいちゃんの形見だから。珍しく天気予報大当たりみたいですね。おい。なあ、ここ一体誰んち？じゃなかったのかよ。中西ひろき。はい、お兄ちゃんタオル。ありがとう。大丈夫？うん。デートだったら傘一本でいいか。やめてよお兄ちゃん。お兄ちゃん、え、お兄ちゃん、うるさいな。ごめん。もしかして兄弟？違うけど。いやいや、だって今お兄ちゃんって。お兄ちゃんはお兄ちゃんよ。なんていうか昔なじみ。入りなよ、今お茶入れるから。はい。二宮、
なんでここに？たまにバイトしてるの。お兄ちゃんが遠征で長い間留守とき、掃除しに来てあげたり。時給800円で。いいこと教えてあげよっか。え？不気味だって言ってたよ。今のところ伸び悩んでいるようだけど、泳ぎに魅力がある。ああいう選手が突然記録を破ったりするもんだって。言ってたよ、兄ちゃん。事情は、その、聞きました。その昔、二宮さん家を助けたそうで。まさか、君が大和屋の息子とはね。揃えましたね。助けた家、潰されかけた家、潰そうとした家。何嬉しげに言ってんのよ。俺のことも聞きました。それなりに評価してもらってるみたいで。ん？何の話？あ、その、俺のこと不気味な選手とか。いや、言ってないけど、そんなこと。そうですよね。ごめんなさい。何よ。何なのよ。言いたいことがあるなら言いなさいよ。面白かったか？騙されたとは知らずに喜んでる俺見て。何よそれ。言ってないって、中西さん。俺のこと不気味な選手どころか気にも留めてなかった。トビウオって呼ばれてた。昔通ってたプールで、中西さんトビウオってあだ名で、俺はその頃みんなからダメだかって。ダメとメダカ足して後すぐ別のクラブ行っちゃったけど、それからずっと目標で。あの時だって本当はあんなレースするつもりじゃなかった。
お前なんて大嫌いだ。プールで出せ。ん？何があったか知らねえけど、答えはプールにしかない。結果は次出せよ。なんだよ急に。大体わかるよ、お前の考えてることぐらい。こんな狭い部屋に一緒にいるやな。行ったらよ、ゲット。はい、ああ、どうぞ。ちょ、バカ。すいません。バカな中のお前、お前。どういうつもりだ、お前。先生はそういうつもりはないぞ。はい、バカ。よし、来たか。失礼します。おう、サンキュー。よし。なんすか、それ。見ての通りの心拍計だよ。ビビビッと話すんだよ。てか、今日から毎日練習中継続しろ。フィジカル面、メンタル面、心肺機能、全てを鍛えに鍛えて、今度こそは崎山先生、私たちも目指します。一緒に頑張りましょうね。はい。なんだ、あ、これか。これなんだ。やっぱり不気味な選手だ。この間は大会前だから君を牽制したんだ。だからもう網に八つ当たりするなよ。やるじゃない。どうせまた無視するんでしょ。別にいいけど。でも同じ競技者として言わせてもらうと、って言ってもこっちは予選敗退だけど。
それはどうでもよくて、さっきの記録自己ベストなんでしょ。って言ってもお兄ちゃんとはまだ 0.4 秒も差があるけどね。確かに 0.4 秒も差があるけど、っていうか言えなかったじゃねえか、ごめんって。いいね、夏休みは静かで。ねえ、なんであの子がいるの。ああ、久米くんが呼べって。なんか高いんだよね、あいつ。いつも一人で寮にも入らないさ。ね。ね。なんかテンション下がっちゃう。ね、ちょっと手伝ってよ。おい、アクラブの手伝えよ。ね、尾形、ヤマト。ヤマト。今ヤマトって言ったな。誰がヤマトだ。お前か、お前か、お前がヤマトか。ヤマなんていた。彼は同じ学校の単なるヤマダ君。あと何？もう買い出しは OK です。中西さんはなんでここに？心配だからね。似合わないだろう。亜美からもらったんだ。どういう関係？あなたと中西さん。どういうってただの兄弟みたいなもんよ。良き相談相手というか頼りになる自慢の大好きな。好きなんだ。小柳さんはいるの？今誰か。そうね、興味あるのは日本で2番目にクロールが速い人。結構泳げますね。俺の一番弟子だからな。そっか、先生がいいんだ。日本一ですもんね。
風が出てきたな。おい、あまり遠くに行くな。あ、何？そろそろ戻ってこい。来ない。もううるさいな。おい、危ない。取ってきてよ。誰か救急車。はい、行くぞ。アミ、アミ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。今日も一日暑くなりそうだね。本当ですよ。もうもう平気なのか。うん、この通り。念のためもう一回見てもらっただけ。心配ないって先生も。そうか、よかった。心配かけてごめんなさい。そろそろご飯行こうよ。今日ひつまぶしだって。うなぎだよ、うなぎ。わっ、何それかわいい。あ、なんでもない。あ、隠した。何、見せて。いや、なんでもない、なんでもない。ご飯よ。はるちゃん、早く。は？特に用はないけど元気。
あれ使っていいよ。静かに静かに気をつけて。よいしょっと。よし、どうぞ。どうも。よいしょっと。落ちたりすんなよ、頼むから。うん、大丈夫。もう平気。そっちは？え？あの時海に飛び込んでくれたって後から聞いて。やっぱ早いな。いや、かなわねえよ。相手が日本記録保持者じゃ。じゃあなんで飛び込んでくれたの？いや、それは。ありがとう。え？それでも飛び込んでくれて。積極的だな。自己ベスト出てますけど。え、そんなわけないじゃありません。本当だ。なんだお前、なんだお前、そんなクールぶって言ってく。バカもうびっすごい。崎山先生のおかげです。本当にありがとうございます。すごい一生懸命熱伝わってきたから。お前ヤマト、お前も俺ヤバか。もう本当にありがとうございます。もうヤマト君すごい。先生が好きです。もうヤマト君よくやった。あんたできると思って。結婚してください。本当にすごい。先生、先生、いいじゃありませんか。先生、先生、いいじゃありませんか。いいのか、そんな嬉しそうな顔して。ピンチだろこれって。オタクのお兄ちゃんの。別に嬉しくなんかないけど。楽しみが増えたな。来年誰かさんどっちを応援するか。バッチリ見ててやるよ。ヤマト、ヤマト、ヤマトも好きだ。ヤマトも好きだ。ありがとう。いよいよ日本選手権。5連覇なるか。中西博樹爽快だい。これ最新号。はい、お父さん。お王者中西博樹爽快だい。日本記録保持者。山田くん、改め山田くん。おのれ、山田。お父さん、ねえ。
ありがとう。ここでいいよ。次に会えるのは試合の日だね。うん。あ、当日あんまり上手じゃないけどお弁当作っていくから一緒に食べようね。Keep